皆さんどうもこんにちは、サトルと申します。突然ですが、ドラクエモンスターズ3における強いモンスターの基準って何だと思いますか？能力値やランクと答えたそこのあなた、残念ながら不正解です。今作では能力上限の合計値はほぼ全てのモンスターで同じです。我々は強いとされてきた魔王が下級モンスターにいとも簡単にやられる姿を何度も目撃してきたはずです。では耐性化と答えたそこのあなた、はい、もちろんこれはパーティーを組む上で大切なことなんですが、全ての耐性が無効である究極のモンスターなどこの世に存在しません。はい、もうわかりましたね。そう、今作でモンスターを選ぶ上で最も重要な点、それは特性です。わかりきったことを長々と思われたかもしれませんが、ついに見つけてしまいました。そう、最強の特性を持つモンスターを。その男の名は鉄球魔人。まず注目すべき特性はバースト確率アップ。なんとあの神様と同じ特性を持っているんです。この特性には誰もが一度は苦しめられたことがあるでしょう。そしてさらにさらに、ファイターズハイと超会心率アップを合わせ持っている。そうです、これは私が先日動画に上げたスライムファングが持っている特性です。あの動画をご覧になった皆さんであれば、この強さはもうお分かりでしょう。そして極めつけは、会心の一撃や魔力暴走のダメージを全て無効化する会心完全ガード。作中屈指の強特性が揃い踏み、つまりは最強。ついに隠していた魔人の力を解き放つ時が来たようです。さあ、蹂躙の時間だ。さあ、一戦目のお相手は、おや？コアトルの横にいるそこのオレンジ味のグミみたいなのは何ですか？お相手さん、もしかしてこの場を遠足かピクニックか何かと勘違いしてませんかね？戦場にお菓子を持ち込むなど言語道断。いっそ食べてしまうのも一興ですが、私はね、あまり甘いものは好みではないので、ここは鉄球のサビにしてしまいましょう。さあ、そしてお相手さんのコアトルはお菓子を持ち込んでいるのをごまかすかのように、いてつく波動からのビッグバン。でももうバレている、お前がお菓子を持ち込んでるのはバレている。さあ、ぺちゃんこにしたれ。何をやってるんだ鉄球魔人。その腰につけてるのは鉄球じゃなくてきびだんごか。え、きびだんごはおやつに入りますかって？これは遠足じゃないんだ、真面目にやりなさい。このパーティーは鉄球魔人さんが本気を出してくれなければ成立しないんだ。さあ、そしてリリパッド、バイキルトによって鉄球魔人をおだて。なんだこのダメージは。さては、このグミの中身は爆弾だな。もうわかりました、騙されません。お相手さんの手の内がわかった今、もうこちらに負ける道理はない。そしてお相手さんのコアトルには礼を言わなければなりません。ここまで私のパーティーを半壊に追い込んでくれてありがとうということですね。どういうことか、鉄球魔人の特性を思い出してください。そう、バースト確率アップ。つまり次のターン、私の鉄球魔人は確実にバーストを発動する。さあ、蹂躙だ。なんでお前がそこでバーストをするんだベスキング。そしてなんでお前が会心の一撃を出すんだ。なんで、どうしてお前は鉄球魔人から全てを奪い去っていくんだ。バースト確率アップ、超会心率アップ、それらの特性は全部飾りだとでも言うのか。グミごときに蹂躙される魔人の姿なんてもう見たくもない、あんまりだ。その後のことは我々はよく覚えていない。目に見えたのは敗北の二星。そうか、我々は負けたんだな。こうして息は失い、やすれた我々の姿は
見るに耐えないものだった。寿司王丸に八つ当たりをする日々。なあ寿司王丸、我々に足りなかったものは何だ？どうして我々は勝てなかったんだ？魔神の指輪。はい、ということで魔神の指輪を手に入れ生まれ変わった我々を、皆さんにお見せしたいと思います。スキルは耐性アップ系から攻撃音をつけ爆発力を高めております。おやおや、何ですかお相手さん、そのパーティーは。ドラクエモンスターズを代表するマスコットキャラ2名にインテリクジラが1匹と。それにしてもこのクジラ、さすがに数が増えすぎておりますので、ここは一丁捕鯨の時間としゃれ込みましょうか。さあ、私のクジラさばきをとくとご覧あれということでございます。もしかしたら国際捕鯨委員会から怒られてしまうかもしれません。ですがそんなの関係ねえ、私は圧力には屈しないということでございます。さあ踊り狂え鉄球魔人。そうだ、言い忘れておりましたが、剣の舞や爆裂剣という連続技を採用している理由、多段攻撃の方がその分会心の一撃が発動しやすいという理由からですね。ですが今回は会心の一撃は発動しなかった。そしてお相手さん、早速3回行動。これはなかなかに厄介ということではございますが、このユニコーンの回復力を甘く見てはいけません。さあハッスルダンスだ。そして光の波動を打っていく。これはデカしだぞ。後で星草ロール上げます。ということでジバルンバを受けていきますが、これをしっかり受けてですね、そうだ、おっとワタボも攻撃に参加か。これはちょっと珍しいな。珍しいということではございますが、さあさあさあ、ベホマズン、ハッスルダンスからのベホマズンでほぼ全回復。そして剣の前が会心に当たらない。おいおい、どうした、魔人の力はこんなもんか。そしてホエールロードは対照的に絶好調ですね。そして魔力の風と癒しの力の名刺交換。あれ、前の戦いといい鉄球魔人弱くないかと思ったそこのあなた、彼の本領発揮はここからです。さあ刮目せよ。ジバルンバを受けてしまうが、会心完全ガードでございます。あ、馬が落ちた、後で馬刺しにしよう。そして踊り狂え鉄球魔人、追い込まれたお前の底力を見せてやるんだ。なんでそこで攻撃をやめるんだ、なんで倒しきれないんだ。鉄球魔人の力はそんなものか、またしても負けてしまうのか。悟るよ、最後まで諦めなかったやつが勝者だ。追い込まれた獣の力を見せてやろうじゃねえか。まずはジバルンバをバーストによって耐えていく。そしてワタボーのビッグバン、これも耐える。そして皆殺しだ、999ダメージ。そして踊り狂え。さあワタボーを倒して、ワタボーを倒して、そして驚異の3回行動爆裂剣。言っただろう、勝負は最後までわからない。最後まで諦めなかった者こそ勝者だ。鉄球魔人の心の声が聞こえてきました。さて鉄球魔人の強さが証明できたところで、ラスト1試合見ていきましょうか。続いてのお相手はコアトル指導ということで、これは神様の枠を指導に変えてみたという感じでしょうか。ところでユニコーンはどうしたのかって、食べちゃいました。ということでね、今回はリリカットとフェアリードラゴンを使って戦っていきたいと思います。お察しの通りですね、リリパット、そしてフェアリードラゴン、この2体はですね、鉄球魔人のために生贄になっていただく所存でございます。さあ早速フェアリードラゴンやられちゃいましたが、ここまでは計算のうちです。さあそしてお相手さん、これかなり賢いですね。破壊の瞳で MP を節約しながらこちらにもダメージを与えてきました。さあそして、指導はやはり回復役ということで、回復しながら自己スパークで攻めてくる。なるほど、一ターンでこんなに削られるのは少々想定の範囲外でした。ここはね、2ターン目にして早々リリパットには身代わりをしていただこうというふうに思っております。さあ剣の前で踊り狂え。なかなか会心が発動しませんが、
まあなかなかね、シドウにいいダメージを与えられたので、このターンはですね、そうだ身代わりによってコアトルを止めながら、3回行動しちゃったか。そしてシドウがですね、これは回復をしてくる、回復しながら攻撃で眠ってしまうんかい。どうした鉄球魔人、先の戦いで疲れが溜まっているのか。お前の快進撃はここから始まるんじゃないのか、ということでございます。さあ、これは少々想定の範囲外です。ラウンド3にして、もうすでに身代わり役の2体が死に、残っているのは眠っている鉄球魔人ということでございます。さあ、ここから勝てるのだろうか。さあ、お相手さんのコアトル、ここは攻撃、これは押し間違いなのか何なのかは分かりませんが、 MP は切れていないようです。ではでは、皆さんにお見せいたしましょうか。デスパレード殺戮ショー。鉄球魔人は少々躊躇しているようですね。良いのですか、閣下。死人が出ますよ。必ずやれ、お前が死ぬかい。でも死ぬと見せかけて死なない、なぜなら会心完全ガードだから。っていやいやいや、愉快なコントをやっているんじゃないんだ鉄球魔人、ここは戦場だ。ただしかし、コアトルとシドウ、この攻撃を耐え抜けば、まだ私に勝機があるということでございます。さあ、そのビッグバン、3回行動のビッグバン、これを耐え抜いて HP はあと225。さあ、これはどちらが先に動くかという勝負になってくる。さあ、皆殺しが自分にも当たると分かった今、その技は安易に打てないか。でも選択しちゃうギャンブラー魂、さあどうなる。なんでお前は自分を大切にしないんだ、もっといたわれ自分を。さあ、もうこうなってしまってはこのバーサーカーは止まりません。シドウを落としてコアトルが残るが、さあどちらが勝つ、この勝負どちらが勝ってもおかしくない。さあ、ラストスタンドで HP1 で耐える。さあ見せてくれ、この動画の最後を華々しく締めるんだ。